小島でした。その立ち上がり、1番の若林センターフライ。今日は細かい雨が降る中でのゲームとなりました。ロッテは4連勝で帰ってきたゲーム、セーブを迎えてのこの防御率3位というところの2連戦。オグレディもショートゴロに打ち取ってまずいいスタートとなります。三者凡退。西武の先発は松本航でした。こちらも立ち上がりから変化球、ストレートともに冴え渡ってロッテ打線三者凡退のスタート。ともに先発は良かったですね、立ち上がりがね。ジジさん、テンポも良くてね、非常に、ね、ストレートも良かったですよね、はい。で2回です。小島ワンアウトから外崎フォアボールで森、ここはショート今日1軍に上がってきた茶谷が大事に大胆に643という形を作って小島を助けます。でその茶谷の今日の最初の打席はファーストゴロ、まあ、イースタンで素晴らしい活躍をしていました、注目されたんですが最初は倒れます。で2アウトから荻野のこの打球です。 GG さん、抜けたかなと思いましたけどね、相手によく取りましたよね、これね、このプレーですよね。次当たりながら最後もボールは離しませんでした。松本も3回までノーヒットピッチング、小島も3回までノーヒットピッチングで4回、この回も若林は三振。そしてオグレディのこの辺り風もあってボールは戻ってくる中で佐藤俊也、判断を見せまして、この4回までノーヒットピッチング継続。ロッテは4回です。エラーでさらに盗塁、ランナー2塁に行ったんですが、レアードは三振。さらに安田フォアボールでチャンス拡大も山口はライトフライト。ランナーは出しましたがまだノーヒットピッチングという格好で、松本も4回までゼロを並べます。5回もお互いにノーヒット。そして6回、小島投手いかがだったでしょうか。いや、ここまでね、本当完璧な出来でしたよね。場数も少なく来てましたしね、テンポも良くてチェンジアップも良かったですよね、はい。6回は三振を2つ奪って6回までノーヒットピッチング。さあ7回です。この6回のロッテも、まあ、中村がフォアボール出るんですが、エアードが仕上げて、松本も同じく6回ノーヒット。2人がノーヒットで6回まで来ます。さあそして7回は下位の先頭源田が両チーム通じての初安打、さらに荻野がこのエラー、ノーアウトランナー2塁と初めてのヒットを打たれて、しかもピッチという小島。3番のオグレディは一番にとっては難しい打球でした。繋いで3塁1塁、そしてバッターを迎えます。打ってきましたね、コースの、ね、厳しいボールですけどね、本当にうまく打ちましたよね。で45打点で均衡を破ったのはライオンズ山川のタイムリー。さあこの援護を受けて松本、7回は安田を三振、ノーヒット継続です。山口もインコース詰まらせてファーストゴロ。さらに佐藤俊也もコースっていうところがつまつま来てましたね。コース投げ間違いなかったですよね。1点もらってエンジンがさらにかかりましたよね。中野の援護もあり、守備の貢献もあって7回ノーヒットピッチング。一方小島は結局7回マウンドを振りまして、2番手の小野、3つフォアボールでピッチを招くと、オグレディこれがタイムリーツーベースで2対0、第4つが追加点。さらに満塁として迎えるバッターはトラサキ。こちらタイムリーになりました。一人帰ってきてもう一人帰ってくるところは、よく荻野がトラックホーム、際どい判定もアウト、リクエストの後にもアウトになりました。3対0。さあそして松本だったんですが、8回2アウトからロッテ荻野、ようやくチームとしては初めてのヒット、28円目のバッターが打ったところ、ここで時間続くスタッフと交代を命じました。ただ難しいところですね、素晴らしいピッチングでしたね、松本投手。その後は谷田が出てきます。ロッテとしては初めてのヒットからチャンスを拡大させた
かったんですが、8回の裏も9回になると3対0リードで増田が出てきます。中村が先頭バッターでヒットを打ったんですが、レアード倒れてワンアウトから安田、この当たりは 4-6-3 のダブルプレーでゲームセット。ロッテの連勝が止まりました。西武は松本から平、そして増田と2安打完封リレーでした。